試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還です。K-1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチ、そのフェザーのベルトが返されます。ただいまより K-1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、172センチ、 57.5キログラム、 タイ、ペッコウソンジム、グーペッコウソン。ムエタイ最強テクニシャン、 K-1 電撃参戦、ビューペッコウーソン。赤コーナー167センチ、 57.5キログラム、 日本 K-1 チーム総本部、チームペガサス、 K-1 ワールドグランプリフェザー級王者、軍司泰斗。反逆の申し子、正真正銘、世界トップへ、軍司泰斗。豊中に乗る植木義則、レフリー箱崎雄三。タイトルマッチ3分3ラウンド延長、1ラウンドのドラマです。あとこの試合は K-1 の、ね、はい、去年 MVP の軍司対ね、ムエタイのビュートップですからね、はい、トップ同士の戦いですからね。酒井さん、ここも日本 VS 対 K-1 VS ムエタイになりました。そうですね、もう軍司選手はもうタケル選手の正当後継者なんでね、やっぱ K-1 を背負うような戦いをして欲しいですね。チャンピオン軍司か、チャレンジャービューか、日本かタイか、 K-1 かムエタイか。第一ラウンドのゴングが鳴り響いた代々木第一チェックランです。右の蹴りはビューペッコウソン。まあ、マサトさん、先ほどのコンペットから3勝1敗勝ち越しているのがビューですね。はい、こうボクシングテクニックもうまいですよね、ビューは。あの軍司がコーナーに詰めてね、こういつもの連打を出せるかですよね。23歳172センチがビュー、一方24歳167センチは軍司泰斗、チャンピオン。体はね、こう軍司の方が一回りがっしりしているように見えますね、ただまた違った金ちゃん、緊張感漂う泳ぎになりました。そうですね、軍司詰めてますね。ビューがこう軍司のパワーをどう感じるかですよね、はい、パワーあるなって思ってるか。王者としての貫禄も出てきた軍司泰斗。軍司のプレッシャーコーナー詰めてますね、みんな、はい、ここから詰めて連打に、連打ができるかっていうね。どこでスイッチ入れるか、軍司泰斗。来た、左右、左3つ入れました。ボクシングテクニックの向上に時間を注いできたというのが軍司泰斗です。ボクシングトレーナー、元大橋ジム、あの大橋ジムの玉木さんに鍛えてもらっていた、そう話しています。基礎から教わって打ち方から全て変えてきたというのが軍司泰斗です。まあ、打撃に関してはマサさん、相当意識ありません、軍司。そうですね、あとはこうビューがこう足を使ってこう結構コーナーに詰まらない、はい、詰めるの難しいだろうなと思ってたんですけど、でも思ったより詰まってるな。そうですね、はい、この状態ですね。ここから、はい、ナイスボディ、今インサイド入りましたよ。ボディを入れてボトロー、武器は追い詰める。今一瞬ビューの動きが止まったように見えましたね、インサイド水落ちあたりにボディ入りましたね、はい、あのボディの連打が出たらね、もう完全に軍司の距離ですよ。プレッシャーをかける、そう、この連打が軍司の距離ですよね、ここから KO っていうのは軍司のパターンですよ。これ両ボディ、ボディ3つ4つ、ナイスボディ。いや、酒井さん、相当ボディ狙ってますね。ビュー、あのガードが下に下がったんでね、ちょっとボディ嫌がってますよ。まもなく第1ラウンドも最後の30秒を迎えます。ちょっとパワーで軍司の方が、軍司のパワーにびっくりしてるかもしれないですね。相当プレッシャー感じますね、この圧力です。思いますね。酒井さんはここまでどうご覧になってますか。もう軍司選手が当たり前のようにコーナーに詰めてますけど、これビュー選手コーナー詰めるすごいことですからね。これもコーナーに寄っていく。 K-1 オーズ2022 MVP 賞受賞、2年続けての MVP を目指しているというのが軍司泰斗。プレッシャーをかける、ここも行く。プレッシャーをかけ続けたチャンピオン軍司泰斗の最初の3分間でした。ちょっとビューがね、目気にしてますね、目のあたりにパンチ入ったんでしょうね。冷静に戦ったチャンピオンでした。
今のインサイド良かったな。K1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチ、これから第2ラウンドのゴングを迎えます。高井さんは最初の3分間のチャンピオン軍司泰斗の姿はいかがでした？いや、なんか素晴らしい。あの相手はムエタイの超一流の選手なんですけど、ちょっと格違うよみたいな追い詰め方でしたよね、はいはいはい、そのプライドが見える素晴らしい立ち上がりだったと思います。 上を行ってますかね、はい。ただ1ラウンドの終わり間際ビュー結構いい動きに変わったんですね。ジャブをつきながら足を使いながら、ああいう動きができるとビューいいんじゃないかなと思うんですけど、詰まるともうグッジのペースになりますよ、はい、K1 生え抜きです。幼少期からこの K のリング、アマチュア大会で活躍をしてきたのがグッジタイトです。いや、何か浦田さん貫禄感じますね、チャンピオングッジ。いや、もう本当ですね、さっき V でいろいろ言われていたので、はい、もう絶対負けないっていうのがこうふつふつと伝わってくるので、このままもう突っ走ってもらえたらなと思います、はい。金ちゃんはビュー選手の印象はいかがですか？そうですね、確かに1ラウンド目の最後ね、いい感じで、それまでやっぱり軍司選手が距離詰めてボディとか良、ね、かったんですけど、ちょっと第2ラウンドまたちょっと違う戦い方になるのかなと思います、蹴りだけではなく打撃も得意と語っているのがビューです。 K1 ルールに自信があります。蹴ってよし、殴ってよしという23歳若きファイター。ここもグンジは攻めていくか、インロー、もう一度インロー、右が来た、右クロス、軽く入りましたね。これはもうライタクありません。膝、ムエタイ得意の膝ですね、横に何か入れるようにして膝が入りました。あ、右入った、ちょっと危ない、ちょっと危ないですね今の、はい、右振ってきました。ビューです、右のフック、よくこの動き、少しリズムがビュー、マサさん出てきました、ね、ちょっと出てきましたね。だからここで軍司はコーナー詰めたいですよ、コーナーに詰めて連打で行きたいんですよね、あのジャブ使われるとちょっと鬱陶しいかもしれないですね、はい、詰めにくいかもしれないですね。坂井さん、この辺りさすがテクニックやりますね。そうですね、動き変えてきましたね、あれが1ラウンドの終わりに出た動きですよね、はい、このジャブが。ムエタイの現役チャンピオンです。アマチュアボクシングでも国内チャンピオンまでたどり着くというボクシングテクニックを持っています。蹴りから打撃へ繋いできた、少し坂井さん流れ変わってきましたね。そうですね、やっぱりただものじゃないですね、ただうまいけど軍司からしたら怖い攻撃ではないです、ね、怖さはないですか、ただうまく逃げてるだけなんで、軍司からするとうっとうしい。右ボディ、右ボディ、軍司強引に下に詰めてきましたね、ただ強引に左の軍司がボディを打つときに、ビューは同時に右のフック打ってくるんで、はい、ガード下がったところ狙ってますね。そうです、そう気をつけないと、はい、何回かそのパターンありますね、これ右ストレート、ボディ左ボディ打つときにはガードが下がないんで、そこに合わせられる、それだけ気をつけないと、ね、ビューももしかしたらね、これだけ大きな舞台で戦うの初めてかもしれない。なるほど、ね、やっぱりちょっと硬くなってる部分、1ラウンドあったかもしれないですね。大事なのは緊張がありましたかね、コンペットが破れた後、今度はビューが登場、右ボディストレート、ビュー危険なパンチを軍司は持っていると分析しているビュー、戦い方に関してはあえて報道陣には伝えませんでした。隠してきたビューです。でも軍司もここからの本当いつまでボディの連打に詰めたいんですけど、やっぱりビュー足あるんですよね、はい、足があるんでこうどうも詰められずにいますね、この第2ラウンドに関してはビューの良さが垣間見られた3分間でした。坂井さんは第2ラウンドのビューの動き少し形変えてきましたよね。ちょっと軍司選手が逆にやりたいことできなかったような気がしますけど、ただやっぱり攻撃力に差があるんで、はい、軍司選手的には明確な、シーンを見せたいですよね、3ラウンドで、でもやっぱり K1 ルールにおいてはただビューが逃げてるだけのように取られてしまいますよね。そういうことですか、あの戦い方だと倒しに行くというのが K1 の絶対ルールです。ですから浦田さん、第3ラウンド勝負ですね、ファイナル。そうですね、でもビュー選手結構やっぱり攻めとかテクニック出てきたかなと思うので、次すごい楽しみです。 K1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチ、最後の3分間になっていくか、それとも延長へと向かっていくか、それともノックアウト決着か、軍司かビューか、ファイナルラウンドです。軍司が詰められるかですよね。こちらかける。攻めたミドルか。でもやっぱビューもね、はい、このまま下がってたんじゃ勝てないっていうので、やっぱり
セコンドにあのビラサグレック会長ついてるんで、ね、K-1 のことよく知ってますからね。ボディストレートを狙ってくるビュー・ペッコウソン、寄り合わせてくる。このね、このコーナー詰められるか、右ハイ詰められるか、そう、このデッドフック。あー、でも今一発いいの返したな、はい、ビュー。ああいう風なのパンチを返されると軍司も詰めにくくなってきますよね。軍司のフックにうまく合わせてきますビューです、カウンター警戒しないといけないんで、はい、強引に入ったら危ないなと思うかもしれないですね、まあ、そのパンチが軽ければそんなに怖くないですけど。連勝回路を突き進んでいるのは軍司泰斗、ラッシュ力あります、もちろん回転の速さはもちろんあります、引き出しの多さには自信、巧み、そしてうまさ、心の強さ、すべてを合わせ持っているのがチャンピオン軍司泰斗。ベルックビューの動きも第2ラウンドあたりから良くなってきました。それとられるか、ね、出しに行く、やっぱこううまく足でね、はい、裁かれるとね、この辺りの回避の仕方うまいですね。ただポイントは取れないですから、軍司からしてもやっぱりこうしっかりとした形で勝ちたいっていうのは、見せ場を作りたいっていうのはあると思うんですね。そうですね、多分イライラしてくると思いますよ。逃げるなと思ってると思いますよ、はい、対応力はあります、はい、打ってこいみたいな感じだと思いますよね。攻撃はやっぱ逃げながら打ってるんで効かないですよね、はい、そうですね。いいフックちょっと入った。さあ、まもなくファイナルラウンドも最後の1分を迎えようとしています。左フック軍司泰斗、チャンピオンの拳、左リードうまく使ってきます。やっぱアマチュアのボクシングでね、はい、こう2年連続タイトル取ってますからね、取ってますから、まあ、なんかアマチュアのこうタッチボクシングに近いような。あ、なるほどね、右アマチュアでこう触った回数で言ったらもしかしたら分からないですけど、そうです、ね、ただこれはプロのリングですからね、はい、右振ってくる、より力強い打撃を見せていきたいと軍司泰斗。デフックやっぱこう中リンク打つと中に入ってくるんで、はい、連打が出せない、まあ、上手さといえば上手さですけど、もう日本に自分以上に強いやつはいないと軍司は読みます。海外の選手と強い外国人選手と戦いたい、それだけを目指して2023年にやってきました。タケルの後継者、おー、ナイス、入った、3枚出る、ラスト10秒、チャンピオンの最後10秒間防衛戦、ラッシュに行きます、仕留めたい軍司泰斗、右を振る、リーがうまく回避します。ここでファイナルラウンドのゴングが鳴り響きました。この選手はちょっと K-1 向きじゃないですね。ちょっと納得いかないというような軍司泰斗の表情もありました。倒しきりたかったというチャンピオンです。いや、あの戦い方としては倒せないですよね、もっと来てほしいという軍司もやるでしょうね。もっとこうなんかこう、お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。さあ、軍司とビューのジャッジ、梅木判定です。30対30ドロー。まずはジャッジ豊永ドロー。30対29、30対29、赤軍司に入ります。ジャッジ岡田30対29、30対29、赤軍司泰斗、判定2対0をもちまして勝者赤コーナー、チャンピオン軍司泰斗が見事防衛戦ビューを超えていきました。世界最強となるための入り口、判定ではありましたが勝ち切りました。いや、あの戦い方されたら倒せないですよ、まあ、ビューもやっぱりこうもうちょっと K-1 で戦うんであればもっと自分から前に出て攻撃していかないと、はい、っていうのはありますね。そうですね、軍司からしても非常にこう消化不良というか、はい、勝ったけどちょっと納得いかない試合になってしまった。もっと手応えが欲しかったというね、欲しかったと思いますね、不安だったかもしれませんね。ただ坂井さん、ベルトを見事守ってくれました軍司の可能性ですがいかがでしょうか。そうですね、やっぱあのストレスのたまるあの試合展開だったと思うんですけど、やっぱ前の試合の金子選手もそうですけど、やっぱ上タイの超一流の、ね、選手って本当戦いづらいんですけど、これ勝つことがすごいことだっていうね、やっぱりこの勝ってまた大きな勝負に臨んでいってほしいなと思いますね。
まあ、こういった試合も必ず身になって精神的な強さにも酒井さんつながっていきますよね。そうですね、やっぱ K1 が始まってからずっと対ムエタイというのはあることなんですよ、乗り越えましたね、軍事選手。そうですね。さあ再び軍事タイトルの腰にベルトが巻かれます。浦田さん、この光景いかがですか。浦田さん、この光景いかがですか。いや、もう本当にベルトが戻ってきてくれて本当に良かったなと思いますし、お二人 K1 の方勝ったので、やっぱり改めて強いなっていうふうに思いましたね、はい、うそうですね、はい、まあ銀ちゃん、はい、先ほどの金子に続いてこの軍事もムエタイファイター、ムエタイの頂上を知るファイターとの対戦、やりづらさはもちろんあったと思いますよね。そうですね、なんか戦いづらそうではありましたけど、やっぱり勝ったっていう前、まあ、この勝利をね、ちゃんとまたベルト負けるという、はい、まあ、この事実がまあ大事だと思いますので、はい、まあ多分ね、精神的には多分だいぶしんどかったと思いますけども、はい、まあマサさん、これからね、海外勢との戦いが続くことが軍事予想もされますからね。まあ、そうですね、まあ、でもやっぱりこうもうあれですね、ムエタイ元素はなくなりますね。ああ、そうですね、こういう戦い方、やっぱり K-1 のリングにおいてはムエタイの強さが出せないですもんね。勝利様、ありがとうございました。さあ、見事防衛を果たした軍事タイトのコメント、マイクです。コメントを頂戴いたします。こんばんは、 K-1 フェザー級王者の軍事タイトです。今日はもう KO して圧倒的に強いフェザー級のチャンピオンというのを見せたかったんですけど、ちょっとそれができなかったんですごい悔しいです。で、今回ライズと対抗戦とかやってるんですけど、僕は今年の目標がフェザー級の世界最強を目指してるんで、強い相手、まあ K-1 じゃなくても他団体の選手いっぱいいると思うんで、ぜひやりましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。王者軍事大会に皆様今一度盛大な拍手を。他団体でもいいから強いやつやってこいというふうにチャンピオンは話しました。酒井さん、このあたり楽しみですね。いや、もう団体の壁がもうぶち壊れてきてますから、どん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 もう勝負仕掛けていってほしいですよね。いや、そうですね、とにかく強いファイターと戦って、世界で一番フェザーの階級、フェザーの世界で強いということを証明したい、その思いが伝わってくる軍事タイトのマイクでした。マサトさん、このフェザー級戦線はどういうふうに読んでらっしゃいますか。いや、でもね、やっぱりね、軍事はね、本当絶対今絶対王者ですからね、K-1 の、まあ、軍事にもね、またやっぱりこう本当に軍事も強い相手と戦いたいっていうように、やっぱりライバルがね、はい、欲しいですよね。そうですね。古畑さんはここまで放送席からリング上をご覧になって感想はいかがですか。 K-1 の世界ですが、もう本当にこんな近くでこんな素晴らしい熱い試合を見させていただけるなんて本当にありがたいですし、今日をきっかけにマジでハマりそうです。でもあれですよね、今軍事ライバルって言いましたけど、そういえばトーマに勝ったライズの安本、あ、はい、この選手強い選手でしたからね、ちょっと見たい、見たいですよね、多いんじゃないでしょうか、うん、と思いますね。まあ、道場の素晴らしさを感じましたよね。いや、本当センスありましたね。海外勢よりよっぽど安本の方が手強いかもしれないですよ。いや、そうですね、まあ、他団体あえてライズ安本の名前は口にはしませんでしたが、もしかすると心の中にはその安本の名前があるのかもしれません。さあ、軍事隊と今年も K-1 の主役へ、中心へ、正真正銘世界最強へ、軍事タイトがチャンピオンロードを進んでいきます。